庭菜園ライフ。皆さんこんにちは。埼玉県で就農してます原田と申します。普段はイオンモール与野のワクワク広場に野菜を出荷しています。今日は女性でも簡単に操作できる耕運機を使った土作りをご紹介したいと思います。今日は秋冬野菜の準備をしていきたいと思います。茎ブロッコリーやキャベツの畝作りの準備をいたします。土作りや畝作りは女性には本当大変だと思いますので、耕運機を使った私が普段やっているやり方をご紹介したいと思います。では私が使っている耕運機はこちらです。クボタの春菜 TRS600 という機種になります。見た目は大きいですけど、ミニ耕運機なんかに比べるととても使い勝手がいいです。ミニ耕運機は、力とかコツとかが必要だったりするんですけれども、これはもうとても簡単に操作ができて、女性でも軽い力で動かすことができるのがいいところだと思います。エンジンをかけるポイントがとても軽く力を使わないで楽にかかるということがメリットです。これ分かりやすいのが、作業が、前進あと1足2足あと交代あと耕運作業をする作業もここに入れるだけなので、レバー1本でいろんな作業がコントロールできることが便利です。ここも便利なポイントで、この作業を旋回というふうに動かすだけで力をこうグイッと入れなくても楽に切り返しがすることができます。それではエンジンをかけてみます。でまずギアはニュートラルに入れたままで、ボタンで運転に押しながら回転させます。で次にこちらで、こちらにチョークというものがありますので、こちらを始動にして、あと燃料が回るようにこちらのレバーを下に入れます。でこれでも軽くこちらのレバーを引っ張るだけでエンジンが楽にかかります。エンジンがかかったらこちらのチョークを元に戻して運転に戻してください。今からこの後ろの部分を耕していきます。私の農園では肥料は、馬糞が入っている堆肥を20キロ、入れています。で大体10平米で20キロですね入れてまして、あとは苦土石灰が1キロぐらい、10平米で1キロ入れて、有機系の888とか化成肥料なんですけども、それも1キロぐらい入れて土作りを行っています。実際の土作りをご紹介いたします。それでは畝を立てていきます。まず畝幅を測ります。通路がまず70センチ取りまして、畝幅は60センチで作っています。そしたら黒いこの紐、マイカ線という紐を使って線を作っていきます。向こうも60センチ測ります。マイカ線を引っ張ります。はい、まっすぐ紐ができました。このように畝を立てる場所に線を2本引いていって、でここに肥料を入れていきます。それから耕運機をかけていきます。それでは実際にやってみましょう。まだ耕運機の操作が慣れてなくて、この紐を巻き込んでしまいそうな人は、こう紐を足で踏んで跡をつけるか、こう線を引いて跡をつけて紐をもう取ってしまいましょう。
ではここから旋回をするんですけれども、重い耕運機だと本当に力が必要なんですけれども、これはとても簡単にできます。まずメインスイッチを弱く低くしてもらって、旋回にレバーを引きます。これ上げていただいて、あとはこのクラッチを一足ですね、一足にして簡単に旋回することができます。ここからうねまを作っていきます。これもこの耕運機だけで作ることができます。やってみましょう。うね立てするときはこちらのレバーを下ろして、このうね立てマットを固定して使います。まずこちらをちょっと緩めてこう下げるとこの棒が降りてきますので、こちらにうね立てマットの突起部分を穴に入れます。穴に入れたらそこでもう一回こちらのレバーで固定して動かないようにしていきます。それではやっていきます。作業方法は同じです。こんな感じでうねの部分だけこんもり上がって、うねまはこう下がりますので、あとはこう両サイドやってマルチをかけていくだけになっていきます。これが実際にマルチを張って完成した状態です。女性一人でこううね作りをクワ一つでこの量あると本当に大変なんですけれども、耕運機を使うことでこう一人でこういうふうに綺麗な畝が簡単に立てていけますので大変おすすめしています。耕運機のコツなどもありますので今のように参考にしていただければと思います。今日は女性でも簡単な耕運機の使い方をご紹介いたしました。広い範囲を作業されるならぜひマスターしていただければと思います。私は普段さいたま市の北与野にあるイオンモール与野ワクワク広場にてお野菜を出荷しています。こういったうまさいというシールが貼ってますので、こちらを見たら購入してみてください。この動画が面白かった方は高評価とチャンネル登録お願いします。以上、原田でした。また。